はい、こんにちは。お久しぶりです。コスメティック高須です。今回なんですけれども、私がねやってきたのはここ、オムライス専門店のラケルでございます。実はね、僕今まで隠してたんだけど、このラケルっていうオムライス屋さんね、ほんとね、もう大好きなんですよ。こう店のね、入り口のこのメニューを見てもね、もうメニューが豊富すぎて、でこのさ、店内もさ、なんか落ち着くんだよね。このラケルってね、ちなみに1963年に渋谷創業のオムライス専門店なんですけど、このね、店内はですね、そのイギリスの湖水地方の農家のダイニングをイメージしてて、この赤のね、ギンガムチェックがさ、至るところにあってね、これはね、ほんとね、なんか落ち着くんですよ。もうほんと僕、もうラケル大好きでね、僕の中ではほんと、プチバブルオムライス専門店なんですよ。ちなみにね、この日はですね、熱田のね、ゴールドジムでしっかり筋トレでね、追い込んだ後の自分へのご褒美ということで、まあ、筋トレの後はまずプロテイン飲んで、その後ね、ちょっと一息ついてからの、糖質とタンパク質をね、さらにがっつり補給するためにね、ラッケルにやってまいりました。ちなみにここのラケルは熱田イオンモール店でございます。はい、ラケルって結構日本全国にあるんですけど、関東とか九州とかね、あと静岡とかにもありましたね、調べたら。で、今回は頼んだのはこれコース料理なんで、もう最初はこのコーンスープからいただきますね。ちなみにこの日は平日のね、ランチタイムちょっと過ぎたあたりだったかな。なのでね、まあまあ空いてたんですけれど、で、次に運ばれてきたのはこのコースの中のね、野菜サラダでございますね。これはね、コーンとあと僕の大好きなね、ブロッコリーが乗っておりますんでね、やっぱりね、タンパク質、糖質、脂質ばっかじゃなくてね、ちゃんとね、野菜も取らないといけないんでね、ちゃんとサラダもね、ちゃんとセットの中に含まれてるわけなんですけれど、やっぱりね、このラケルってお店ね、食材もね、なかなかいいんですよ。で、ちなみにオムライスとかオムレツのね、使われてる卵はね、なんか厳選された赤玉の卵をね、使ってるっていうことなんでね、卵の味もね、ほんとたまんないんですよね。あとね、ラケルのね、僕が個人的に好きなのはですね、ラケルで働いている女の子がですね、なんか可愛い子が多いような気がするんですよね。あ、で、早速ね、これメインのね、オムライスとね、あとハンバーグをつけてね、頼みましたんで。で、あとね、このパン。このパンがね、もうまさにね、プチバブルなんですよ。こうワンチャンね、こんなにふわふわで美味しいパンないんじゃないですかね。これ、ラケル行く人はね、皆さんご存知のね、ラケルパンでございます。はい。このふわふわラケルパン、カツを入れてさ、で、中にバターをドカッと持ってさ、焼いてくれるの、これ。で、中でジュワーっとさ、ふわふわのパンの中に、温かいバターが溶け込んでさ、これをちぎって食べるのがね、もうほんと美味しいんですよ、これ。もう、ほんとプチバブルパンですよ。もうワンチャン、ラケルパンは、世界で一番美味しいパンなんじゃないですかね。で、話戻るんですけど、なんかラケルで働いているさ、女の子たちって、なんか可愛い子多くないですかね。僕、まあ、今回は熱田イオンモール店のラケル行って、で、その前はね、よく名古屋のスパイラルタワーの中に入ってるラケル、まあ、そこもね、よく行ってたんですけど、やっぱりこの2つ、やっぱりどっちでもね、働いてる女の子ね、なんかすごい可愛い子が多いんですよね。なんか、おっとり系の、なんですか、癒し系の女の子が多い。まあ、どっちかというと黒髪の子が多いんですけど、まあ、ちょっと茶髪系の子もいらっしゃるんですけれど、なんかね、おっとり癒し系のね、可愛い子が多いような気がするんですよね。やっぱラケルって、そのお店の中自体が、なんかおっとりした、ゆったりした、いいさ、癒し系の雰囲気じゃないですか。やっぱりイギリスの湖水地方の農家のダイニングをイメージしてるだけあって。なので、お客さんもなんか、おっとりゆったりを希望する、まあ、女性客が多いですよね。こうなかなかね、男一人で
来てる人ね見たことないんで私ぐらいだと思うんですけど、まあ、カップルでいらしたりとか、あと若い女性がねあのお友達同士で来たりとか、そういう感じ、なんかおっとりゆったり系をね、希望してきてる人が多いんで、なのでここで働いてるね女性もなんかおっとり癒し系のなんか可愛い子が多いような気がするんですよね。でまたこのね女の子たちの制服がまた可愛いんですよね。これレイチェルドレスっていうらしいんですよ。レイチェルドレス、まあ銀ガムチェックのさ赤の柄のなんですかメイドさん風のこのドレスなんですけど、このレイチェルドレスが着たくてラケルで働きたいっていう女の子がね多いっていう話もね聞きましたね前にね。でこのレイチェルドレスのレイチェルって何かっていうと、レイチェルって英語読み で元はそれがラケルなんですよ。ラケルの英語読みがレイチェル でラケルって何かって話すると、ラケルって神話の中に出てくる女性の名前なんですって。でそのラケル、あのトランプのダイヤのクイーンのモデルになってる人らしいです、はい、なので、ね、まあ、そういう人だと、それがラケルだと、で英語読みが レイチェルだということをですね、まあ、豆知識としてですね頭の中にね入れておいてもらうと、よりラケルのねこのラケルパンとオムライスが美味しいわけでございますよ。ですいません、肝心な食レポ全然しなかったですね。もう食レポとしましてはですね、このラケルのオムライスはねもう最高にプチバブルですね。もうワンチャンオムライス専門店の中ではもう世界一なんじゃないですかね。でこのねソースも美味しいし、でハンバーグもつけて頼んだんだけどね、ハンバーグも美味しい、これでがっつりタンパク質も取れますし、そしてこのねラケルパンが最高なんですよ。バターがジュワッと溶けたラケルパンを食べながらの、まあ、さらにオムライスで炭水化物とタンパク質をねがっつり取るっていうですね、もうこれがねあの筋トレ民の私にとってはね筋トレ後のご褒美としてはねもう最高ですね。という感じで今回はラケルのねご紹介をさせていただいたわけでございますが、もうラケルねもうメニュー表を見るだけで本当メニュー豊富で、どれ頼んだらいいか分かんないんですよね。ローストビーフとか、あとサラダも豊富 でデザートもねめちゃくちゃ豊富で、パフェとかプリンとかフレンチトーストもありましてね、あとオムレツとかもありますんで、まあ、こういう感じでねがっつり完食させていただきました、まあ、という感じでね今回私の大好きなオムライス専門店ラケルを紹介させていただきました。ということで、ではまた。